トンネルはね、前もね、自転車で、いろは坂の上まで日光から、バスで千何百円払ってね、上まで行ったんですよ。で、そこから自転車組み立てて、いろは坂下って、下り切ったところを右折すると122号走ると、足尾銅山とか、ピッピッて通って、桐生とか、抜けるんですよね。下りを楽しんじゃったもんだから軽く考えすぎてて相当な上り坂で、で全然ね、ジュースとか飲むの買わないで行ったんですが、全然ないんですよ、飲むの。一度甘いで、やっと見つけても30年ぐらい前のお金入れてすぐこのままパーンと戻ってきちゃうようなやつ、なんか日本酒とかなんだこれみたいなのしか飾ってないですよね。でもね、もしかしたら出るかもしれないなと思ってね、どうしても喉乾いて飲みたかったから入れたけど、当然のごとく出ませんでしたね。こんな感じでね、すごい大変な思いしたことあります。このトンネルがね、これ今下ってますけど、上りでね、トンネルの中でもう延々排気圧も国道なもんですから、いっぱい車通るんで大変でしたよ。で、私一人だけだったらいいんですけど、この時ね、神様連れてったもんですから、もう責任感じちゃって、まあ、神様のゆっくり歩くの知ってていいからって、先に私がね、気合い入れてこいで、飲み物のあるとこまでもう思いっきりもう、本当ゆっくりでいいから来てくれればいいからって、先に買いに行って、で、また神さんとこもらって、ジュースを、飲ませてあげたっていうことがありました。10年ぐらい前だったかな、10年ぐらい前ですかね。でもね、鉄道での旅行っていうのは、そういう不便なことが多いですよね。駅前に観光地が集中してるとかって、めったにありませんから。ってなると、やっぱり、観光地でバス、せっかくね、お金かけないで青春18切符の旅とかしてるんだったら、タクシーが使いたくないですから、バスとかね。そうすると、バスとかってね、これ結構時間が来ないんですよね。下手すると1分ぐらい前に出ちゃってて、待っててまだ時間なったばっかだから来てないはずなのになって、次の時間がね、3時間後とかずっと待たされるみたいな感じですよね。路線バスあるあるになっちゃうんですよね。そういうのが怖いんで、バスを利用してっていうのは、よほど駅からよっぽど有名な観光地に向かってるバス以外は乗らないですね。おお、街に着いたぜ。
疲れたに、こう渡ってから左に行けば、知りたくなってきました。
尻が痛いです。ここかな、なんか違う感じがするな。オーシャンロードここじゃない気がするぞ。オーシャンロードはどこだ。